なみなみさん、よろしくお願いします。あれ、エミリー様がおっしゃっていたように、名前に記号がついてますということですね。この名前に記号がついてる。うん。これはちょっと僕は見たことないんですけど、私はなみなみです、えー。前回コメントをしたものに、名前の後ろに4126とかっていう、えー、数字がついています、えー。そして返信いただいたエミリー様、えー、最初私が見たときには、エミリー様のお名前でしたが、 今はすべて記号でエミリー様のお名前が全くないですね。他の視聴者様にも数名、そういった方がいらっしゃるようです。YouTube の問題ですかねということで。これは記号っていうのはこの、この名前が記号になっちゃったということでしょうかね。僕はちょっと見たこ,見たことないんですけど、まあ、そういったバグが発生してるっぽいです。うん、はい。いや、これ多分多分、えー、YouTube の問題だと思いますね。うん はいえー、そして、キサラゲリチュウヨンさん、どうもです。北陽、ポニータニオンから翔馬くんの DVD、決意イトゥーリーチ・フューチャーの宣伝映像があると。で、えー、宣伝の最初には翔馬くんが出ています、えー。DVD の映像の中では翔馬くんが自分でナレーションをしてるよ。うん、今回の DVD は前回の続きから四年間ぶりかなよ ?4 年間分かな えと北京五輪世界選手権まで収録されてるみたいです。おすごいですね。私はブルーレイの方を予約してあります。えー、来月と届く NHK 杯ファイナル、全日本と超忙しいから、見ている暇があるかの案件ですね。うん、いや、本当ですね。おいろんな情報入ってきているし、うん、ねえ、ほに。で,でも、そういったものが、えー、発売されているということみたいです。 えー、YM さん、よろしくお願いします。えー、今朝、記事になっていたんですが、4回転フリップうまくいかなくてイライラしていたら、翔馬君をステファンがお茶に誘い、理想の演技は目指すものではない、日々の積み重ねの先に待っているもんだよと言って、言われていたそうです。えー、翔馬君その言葉がとても納得できて、 安定した心を取り戻したそうです。ああ。じゃあ、この言葉によって今回の4回転フリップ、ショートはうまくいったんですね。イライラしているとか面白くないとか、そんな言葉を、えー、最近の翔馬くんからあまり聞いたことなくてちょっとびっくりして不安でしたが、昨、え、日、ー、の,のショートプログラムのコメントは失敗はあったものの満足はしていたようで安心しました。いつもの翔馬くんでしたね。私、今日のフリーから現地で、あ、現地応援ですね。だったんですね。 えー、結果はともかく、スケートに対してイライラすることのない、ショウマくんが戻ってくれたなら、えー、それだけでも十分かなと思います。私も応援するだけです。ソ太君素晴らしかった。長年、怪我で苦しめられて、でも、諦めずに続けてきて、すごいと思います。二人で表彰台上がれるといいですね。なんなら、友野君も含めて、日本男子、ワン、ツー、スリーフィニッシュ、十分可能です。うん。えー、楽しみにしてます。 はいいやーあともうちょっとな感じはありましたけどもねワンツースリーはうん写真ュンファン君も本当に素晴らしかったんでうん素晴らしい戦いでしたねうん。 えー、草二24さんどうもです。おはりこ様、エミリー様がおっしゃっていた翔馬マ君とステファンの素敵な記事。本当にステファン最高。うん。わずか10分ほどの臨時ミーティングで翔馬マ君が納得でき、いらいらムカつきが収まった。そしてあのショートプログラムだった4回転フリップおか帰り。 4回転ととトリプルと早めのお帰りを待っています、うん。今回はちょっとね、なかったですね、4t3t はね。まあ、フリーで4回転フリップがミスがあるので、ちょっとまだね、うん、あのー、まだそういった悩みが続いているのかなっていう感じはしますけどね。うん えー、US さんどうもです。NHK 杯ファイナルダメージドキドキ楽しい。うん。笑顔のショマくんが戻って嬉しい。ミスがあったけど入り方は良かったとかワクワク感が戻ってきましたね。やっぱりショートは緊張はしたけど、私フリーは構成的にも頭一つ抜けているのと演技力でショート2位だし、えー、普通に優勝だと思っています。うん。ショマくんのあのフリーですよ。本音です。すいません。 えー、表彰台は確実といった方が人命ですね、うん。僕もほとんどね、もう本当、ショーを見てるかのような感じで、もう安心してみましたね。うん、ただ、4回でフリップがちょっとまだ、ね、戻ってきてないのかなっていう感じはしますけどもね。はい。えー、そして、三木美濃さん、どうもです。歌舞伎おはようございます。今朝はマイナス1度。うん。昨日のことですよね。 寒くなってきました。広島でも山の地域に住んでるんで、えー、道路の凍結に時々、あ三みきみのさんは広島なんですね。なるほど、うん。結構寒いところにお住まいということなんですね。宇野選手、今度発売されるブルーレイ &DVD のジャケットの写真が、色っぽくてかっこよくて思わず、おおと声が出てしまいました。えー、フィギュアスケートは見せるスポーツ、ジャケットいの人も出るのではと思わせるほでした。あそういう感じなんですね。 NHK から皆様のお話を見ていると、だいぶ混戦のご様子、えー、この週末で見てみますね。そして前久保さんも探してみます。えー、前ボ様を探せですね、本当なんですよ。今回は僕、まだね、信用金庫の上の方という話が、リクルーうのショートの時に話したんで、そこをちょっともう一回僕は確認してみたいと思います。はい えー、竹森猫さんどうもです。先はテレビで見て思ったこと、スーマくん流してくれるのはありがたいけど、なんで6連の時、6連からがっつり見たいのにって思いました。えー、今日はやめてねということですね。あ、これはなんだ ?6 連の時になんかあった感じですかね。うん。なるほど。 エミリーさん、そう、それです。NHK さんだから私たちがスポンサーだからご意見言ってもいいですよね。どこに言うのかなメール、フォーム、文句じゃなくてご意見ですえ。ドキュメンタリー映像はいらないんです。あ、そういう映像入ったんですね。試合中は試合こそが何にも変えられない。 ドキュメンタリーなんて確かにあ、そういうことあったんだこれはちょっとびっくりですねえ竹森猫さんこんにちはご意見はメール、電話、手紙、ファックスってなったけど誰も面倒くさそう、えー、試合こそがドキュメンタリーいいです確かにこれは試合が終わってからドキュメンタリー流して欲しかったですね うん、最近少し落ち着いてきたと思ったけど、やはり翔馬くんの演技前は緊張で吐きそうになる。えー、現地で見たらどんな気持ちになるんだろう。うん、でこれ生観戦ってやっぱしてみたいですね、本当うんえー、カオリンさんどうもです。えー、YM 様素敵な記事のご紹介ありがとうございます。えー、ステファン最高ですね。翔馬くんが納得する演技を今夜に行きたいです。うん そしてエミリーさん、また昭和君とステファンの歩みに歴史が追加されましたよね。えステファン、たぶんまた自分の相性もあると思う。あ、そうですよね。ステファンご本人もどうかステイヘルシーで。 そしてワイムさんどうもです。えー、翔馬くん、グラビティ、ステファンのプログラムなんで、早く仕上げて喜ばしたいってあるような気がするんです。あー、なるほど。でも難しいプログラム、焦らず、ゆっくり完成させればいいと私も思います。えー、ステファンからそう言ってもらって、翔馬くんも落ち着けたのかなどうでしょうかねうん。あのー、やっぱステファンのね、えー、まあそういった言葉のマジックがね、うん、伝わってれば、うん。 えー、ワイムさん、カオリンさん、えー、そうですね、今夜2人の笑顔が見れることをいろいろばかりです、うん。今回も結構笑顔でしたね、フリースケーティング終わった後もみんなと話してありましてね。え皆、ー、さん、おはようございます。ワイム,ワイムさん、えー、シュマ君、毎日ステファンと直接指導なら早くその状態、日々の練習からでしょうが、やはり中京大でリモートも、えー、選手の精神的な深いことまで分かんないから、シ、え、ョート前に会見を聞いたステファンが、少しでも話し合いをしてくれてよかったですよね。えー コンビネーションはやはり氷が滑った、トーガでジャンプしたらよかったらしく、大丈夫、うん。これはショートの4回転トーループ。私も別の記事を見たから別にもコメントしますね。えー、ワイム様は今日から現地観戦にうん、羨ましいです。北海道気をつけて、私の分も、翔馬くんの G 戦場メアトル、応援よろしくお願いいたします。うん、いやー、ね、実際に見られたということで、ねえ。うん えー、松井邦子さんどうもです、えー。株さんこんばんは。山本くんは今までの試合の中で一番良かった演技ではない。あ、多分ね、そう思いましょうとね。雰囲はちょっとミスがありましたけどもね。ジャンプは全部決まり、演技もスピンも決まり、せめてが良かった。100点出せるんじゃないかと思いました。えー、審査員の方たち厳しい、うん。山本くんもグランプリファイナル行けるといいですね。いやー、これね、行ける可能性が高いですよ。うん。いや、ほんとね、すごいですね。ほんとね、この今回の この彼の彼成長が、うん、そしてエミリーさんどうもです。しょうまくんでいっぱいいっぱいになってしまっていて言うのを忘れていましたがそうたくんショート1位おめでとう。 ソーダ君はもうファイナル進出と2位狙いに切り替えた方が伸び伸び演技できそうですが、えー、問題はカナダの時みたいに先に滑るショーマ君がひょっとしたら手が届くかもな演技になった場合です、えー。カオ君も勝てない点じゃないなと思っ,て思ったって話していました、えー。ピョンちゃんのショーマ君も自分がノーミスをしたらって思ったけど、えー、冒頭転倒してに狙うと力が入るんでしょうね。 ソタ、えー、君のコーチは、本郷コーチ、美保子先生が独立されて、えー、町顧門館の選手の試合に帯同されています。うん、本郷コーチ、助太ーーの皆さんの間ではリカリリカママと、リカママと呼ばれています。あそうなんですね 本郷里香ちゃんのお母さんだから、マスクでお顔が見れないのが残念だけど、ワ,ワールドワイドな日本人コーチがまた一人増えそうな予感ですね。うん。あのコーチは本郷さんのお母さんということで、和樹君との日本人独占の表彰式も見たいけど、アダム君も。 ジュンファン君もマット君もいる。えー、表でが足りない。ファイナルの枠も足りない。いや、本当ですね。うん。あのー、結構今回はアダム・シャオくんちょっとびっくりしましたね。うん。残念だった。うん。 えー、ミケ様どうもです。エメリー様、ソタ君へのコメント、そうです。そうですとなりました。ようやく花開いた結果を、成果をなんとかフリーで、えー、も発揮してほしい、えー。今回、感情入入する選手が多くて困ります。本当足りませんね。えー、表彰台とファイナルの枠。うん。いや、本当ですね。まあ、結果的に結構ね、結構ミスが多かった感じはね、 ありましたけどアイスパンションさんどうもですエビリー様顔くん勝てない点数じゃないなと言っていたんですねうん論理的だそうよ遠慮なく下から押し寄せてほしいえ日本は強い今日の男子より演技予定構成を見ましたが上位4人は宇野昌磨選手以外4回転が3本構成ですさあどうなるかうんまあ宇野選手ま蒼、あ、太くんもね4回転は3本決まりましたからねうん 三輪、えー、さん、おはようございます。えー、私も今朝、別の昌磨君の記事を見たから少し、えー、ステファンが大会前のインタビューを聞いたからか、昌磨君をレストランに10分間短いですが話をして、えー、授かったお言葉,お言葉が、完璧は目指すものではないんだよ。今までやってきたことをやろうとする。その一つ一つの先に完璧があるんだと。うん。昌、え、磨、ー、君、自分では分かっていたつもりだったけど、嬉しかった。向き合えた。やはりちょっとさっとコーチから自ら気持ちをさせて声をかけをする。 で、その声掛けが、えー、見事ショートで出来栄え点 GOE3.93、えー。カナダよりも内容良かったですね。終わった後の気持ちはプラスな気持ちなたと言われていて、確かインタビューも気持ちはプラスになっていて、内容自体は良かったから、次につながる気持ちになると演技で良かったようで、えー、少し安心しましたよ。 であの昨日のフリーですが、やってきたことを一つ一つ気持ちで、えー、前向きなうちなる炎を燃えていますね。そして、あのかっこかわいい笑顔の中にちゃんと炎を感じましたよ。私も全力で早めに火事を終え、テレビ前にスタンバイにしなくては。うん。我が家もメインテレビでは多分占領されるから、サブテレビでサブだけど実家からもらったから、49インチ、49型、アクオスの世界の神山ブランドだからかなり見えますよ。 えー、録画はメインだからさらに大きく、誰もいないときにさっとじっくり見なくては、後から楽しみです。サッカーワールドカップ用に主人が買い、あ、そうなんですね、なるほど、ブルーレイ2台目、容量はたくさんあるから助かります。なぜかスケートがたくさんに、えー、ワールドカップが23日に日本対ドイツ、あ、ね、かぶらなくてよかったですね、そこがやっぱりポイントですね。えー、なんかたくさん予約が、うん、私は1人テレビ前に VIP 席でバナーが倒る。 書目にフリフリ、ブンブン。こブンブンがちょっとね、今回かなりのツボですね、僕ね。フリフリ、ブーンでスピンの時にエンジェルターンでは、では投げてキャッチかな。矢沢永吉かな。タオル、あ、タオル投げてあったんですね。ここからミアトールメンタープロペラーティを、そこからまたまたフリフリ、ブンブン、フリフリ。うん。えっと。 えー、頑張ります。体力をつけておかなくては。翔、え、馬、ー、くん、フリー頑張って、フリフリとフリーがちょっと重なりますね。えー、巨大大聖堂、えー、北海道で輝けですね。うん、いや今回、結構、振り付けも変えてましたね。びっくりしました、僕。うん 三輪、えー、様どうもです。それから、前窪様はテレビ画面に向かって左、カーキに白いマスクの最前列でしたかうん。停止を押したらブレて、あ、わかります、ありますよね。家族がメインテレビ用だからなかなか見れず、出かけたらざっと見れるかな、えー、今日も前窪様、現地応援よろしくお願いします。何かおいしい食べ物は食べられましたかねうん。どうでしょうかねあの、その前窪様から今、このコメント入ってますけど、カブくん、おはようございます。札幌マコ内の積水ハイムアリーナからお届け します、えー、今日は昨日のバッテリー不足を反省して、今日は要点だけにします。ただ、今、男子公式練習中で、これフリースケーティングの前ですが、友野くん登場、おい、なんか元気がないぞということ、あそう、なるほど、そうだったんだ、しっかりして、シ馬ウくん登場、で、リンクサイドにステファンの白着、安心、あれ、ジャンプ、調子、今まつ、あ、ジャンプが調子悪かったんですね。えー、ステファンに呼ばれているよ、そうたくん登場、調子良さそう。 ひょっとしてひょっとすることはあるかあ、そうだ君くんは調子よかったんですね。なるほど。そういう感じだったんだ。今わかりました。えー、コミさんどうもです。前熊様、リポートありがとうございます。えー、友野くん、元気出して。うん。えー、参戦したまに自分が納得いく演技ができたら最高ですね。私は来年の NHK 会でお会いできたら嬉しいです。で、今日は盛りだくさん会場で楽しんでくださいませ。うん。で、あの、結構そういうコーナー、これは、 知らなかったです、僕、あのあんまり調子よくなかったことは。そして、中永玲子さん、えょ、ー、うくんのステップに似てるんではなく、高橋選手に憧れていたし馬くんがすり切れるほど、えー、テープを見て、高橋選手のステップを学んだから似てるですね。うんあそうこれはそうですね、あのこれしょう馬くんがね大ちゃんのことを憧れてましたからね。うん えー、美和さんどうもです。えー、昨日のショートの翔馬くんの素敵な記事や写真がたくさんたくさんツイッターに上がり、やはりグラビティはどんどん素敵に進化中、えー、出らしのポーズや演技中のポーズも写真で見たらまたまたかっこかわいい、腕や身のこなしが半端ない、やはり輝いています。で、PCS はもう少しジャンプが決まれば出そう。えー、少しいつもより少ない、うん、えー、完璧ならさらにだから頑張って。 で今朝の公式練習が10時20分から11時20分まであり、やはり昨夜からの今朝は、 えー、朝,朝からジャンプは苦手だから曲掛けはサムリンクな,ないのかなうん。昼から練習はなさそうで曲掛けは今一つあったらしいですが大丈夫。うん。ちゃんと残り35分で4回転4種類5本を決めたとあり夜9時くらいだから先に相馬くんが滑りいつも通りの自分に、えー、集中ならいける、えー、金をつかみ取れオリーブ冠よろしくお願いします。えー、まだまだ実力発揮しなくては。うん。練習の時はあんまり調子よくなかったんですね。でも 夜だからねまあね夜の方が集中できますよねうんでも今日はほとんど多くの選手があまり良くなかったですねジャンプのミスがあったりしてうん みや、えー、さんもいっちです、えー。こんにちは。ピッコロ様のコメント気づかずに今、えー、下の小松原美里武さんのところのコメントに返事を書きました。えー、よかったら、まおちゃんのビヨンドマスピンステップにスケーティングや、表現力はすごい、すごすぎるから鼻血が飛び出しますよ。相性だからこれでもかというくらいの、えー、ツイズルやウィンドビル連続10回とか、えー、プログラムに盛りだくさんドキモが抜かれますよ。うん、私も感動しました。カブさんにも見せたい。限界は 超えた毎回すごくて。で、次回は来週、東京・江戸川公園、すべてチケットは売り切れ。えー、ソールドアウトですよ。うん。立ち火も売り切れで人気ありますね。そんな中、なんと私の友達と行く、2月の公園に友達がエントリーしてくれて、見事パチパチ当選しました。あ、おめでとうございます。やった今度は念のため S 席にしましたよ。えー、2列目からが S 席だから、えー、席はどこかな報告まで。うん。NHK 杯を見ていたら、またも央ちゃんが見たくなり、3回目だ。 えということですね。うん。はい。ということでございます。まおちゃんのことについて。えー、なみなみさん、ありがとうございます。えー、塩間くん、ショートプログラムの6年の前に、やっぱりそう君くんにすごく良かったよって声をかけたみたいですね。うん、あ、そう、これも結構気になりました。特に4回転等、トリプルとのことを褒めていたみたいですよ。そう言われてすぐに、すごく嬉しかったって、曽田君くんが言っていました。えー、中級大の先輩として、いつも練習で参考に、 させてもらっていると語っていましたしょうまくんで君もそだくんの練習を見ていて、えー、トップ争いに絡んでくると思っていたと言っていましたしょうまくん、えー、君がそだくんの4回転トーループの飛び方とかを本人の前で実演をしている動画とか上がっていましたが2人ともにこやかでいい関係ですなんかで今回も本当にね、あの友野くんも含めてみんな仲がいい感じが伝わりましたね シウマ君は本当にライバルの成功を心から喜び、本当にその気持ちを正直に伝え、たたえるところがアスリートとしてやっぱり尊敬できる点ですね。そして、このカブくんテレビのシウマファンの皆さんは、もう本当は悔しいところはあると思いますが、そうだ君の演技を伝えておめでとうと言われる方が多く、素敵だなと思います。うん、きっと、たくいはあい、あるいはファンを呼ぶだと嬉しいですね。 うん。えー、シウマ君自身がそのような人格差であるので、えー、そういう翔馬く君のファンとしていろいろと心がけたいところです。うん。で、そういう気持ちにさせてくれる、えー、シウマ君、そして翔馬ファンの皆様、ありがとうございます。夜までまだ時間はあり、今は女子のフリーでリアルタイム、リアタイ中ですが、 あの21時まで穏やかに過ごせるか、今から心臓がドキドキバクバクしています。ということで、そ太たくんとしょうまああね、本当にそんな感じで仲がいいと言いますかね、やっぱりスポーツマンシップがあるので、そういったところの、ねえー、あ心が温まるエピソードですよね。 ミケ、えー、様どうもです。なみなみ様、ショーマくんが常日頃から素晴らしい演技には素晴らしいと伝えるし、えー、刺激し合って、えー、向上を楽しんでいますしね、えー、その上で勝つことを望んでいるので、どの選手にもベストな演技をしてほしいとファンも自然とそういう気持ちに思考になりますね。うん なみなみさんおっしゃる通りですね、もちろん,もちろん本音は翔馬くんに勝ってほしいですけど、す、え、べ、ー、てのアスリートが最高の演技をできた上で勝つことが目標ですからね、とにかく翔馬くんも、蘇田くんも、友野くんも、悔いのない演技ができますようにということでございます。はい。えー、カオリンさんどうもです。えー、カブくん、私なんだか落ち着かなくて、お昼から床掃除しちゃってました。翔馬くんのお,お家にある電動モップを取り出して、 シウ、えー、くんのママさんの気持ちで一生懸命掃除をした場。フィギュアニュースを開けたらですね、朝の練習で、かおちゃん調子が良さそう。あ、なるほど。で、えー、っと、りんかちゃんの時は緊張しちゃった。うん。前窪さんが見つからん。りんかちゃんのバナーを持った前窪様は見つけられませんでした。うん。気を取り直して、かおちゃんまで緊張してます。え、ク窪様は、えっと、陸くのショートと同じ席だったんでしょうかね。うん。そこら辺がちょっと気になりますね。うん。 えー、藤原麻子さんどうもです。かぶくん、チャ・ジュファン、メダル取れそうですよ。嬉しい。取っちゃいましたね。3位でございます。これから、宇野くんです。頑張って。うーん。はい。っていうね、ことでございますけどね。宇野くんもメダル獲得。金。鈴太くんも銀でしたね。うん。ゆうのややさんどうもです。か、え、ぶ、ー、さん、宇野昌磨さんが逆転で優勝しましたよ。うん。山本聡太さんが2位でワン・ツーでした。おめでとうございます。 で3位は1ンだったんで、女子も男子も日韓対決でしたね。うん、ファイナルが楽しみですね。今回も結構ファイナルも含めて日韓対決になったりするとこも一部あるんで、あのー、まあ、ジュニアも含めて結構日韓対決っていうのは今季のね、テーマですからね。うん、1ン選手も本当にいい演技でした。 えー、レモンみかんさん、どうもです、神宮 NHK 杯、宇野選手が1位、山本選手が2位、ジューファン選手3位、友野選手4位でした、うんうまさんの G 戦場アリアは、えー、伸びやかなスケート、表現力はピカイチ。 太さん冒頭の4回転3本決めて、えー、トリプルアクセルなど2回転倒はあったけど素敵でした。うん。まあ、彼ね、今回テントがありましたね。トリプルアクセル苦しめられましたね。えー、選手の皆さん、力いっぱい素晴らしい男子シングルでしたよ、えー。会場の深い青いに白い鳥の羽みたいな壁が良かったですということで。ああ、はいはいはい。ありましたね。そういえばね。うん。NHK がいつも素敵な感じがします。うん。 はい。そして、えー、と、ミケ様どうもです。レモンミカン様、結果ありがとうございます。まだ見れてなくて、ひゃー見るのが楽しみ。そうたくんとの、えー、ワンツーなんて、うん。そういえば、会場の白い羽、リクリュなフリー演技の一場面だと思いますけど、リフトの瞬間の写真で、リクちゃんの背中に羽が生えてるかのような、どんシさな写真がありましたよ。あの壁、いいですね。あ、なるほど。それもちょっと見てみたいと思います。羽が結構素敵なんですね。うん。 三輪、えー、さんはただいま表彰式だよ。また後でコメント。US さん、優勝おめでとう。うん、これは宇野くんの優勝。ね。うん。これが一番速報コメントでして、一番最初だった。あ、違いますかね。うん。えー、草薙24さん、どうもです。翔馬くん、優勝おめでとう。えー、ステファンが君のせいでナーバスになったと、翔馬くんに言ったそうだ。そうなんですね。なるほど。 表彰式、ペイズリー柄のようなシャツ姿でデミさんと翔ーくんと3人で撮影に収まるステファン。えー、最後に翔馬くんをお姫様抱っこして、こんな嬉しそうなおしゃめなステファン。初めて、えー、これが翔ーくんのせいで長ーバんーーになっていたコーチ。重そいですね。もうステファンったらやっぱり魔法使いなんだわ。翔、えーくんを良い方向に導いてくれる。ステファンもデミさんもありがとう。そして胸あわなのは、翔ーくんとソダくんが並んで。 表彰台にいるのを見たときに、二人とも超笑顔、本当に良かったねっておめでとう。うん。っていうことですね。まあ、今回本当皆さん大集結してましたけど、ステファンの言葉、面白いですね。ナーバースになっていたと。うん。ミケさん、いや、何ですか、その素敵なステファンネタは。うん。早く見たいけど、まだ見れず、ゴールデンタイムは良し,しですわ。えー、蒼太くんとの表彰台で、またジュリアの頃の写真が出回りそうじゃないですか。ということですね。あ、確かに。うん。 木更木24さん、どうもです。ゆっくり堪能をしてくださいね。ステファンたらお茶目すぎで、お姫様抱っこのどうあそうだったんですね。えー、そうなんだ。お姫様抱っこの胴上げですよ。結婚式が翔馬くんだけではなく、みんな幸せそうで笑顔あふれてました。あそういうことだったんですね。うん。 えー、ノエル・タ野さんどうもです。カブくんこんばんは。山本聡太君すごくよかった。うん。ジャンプの点数等がなければもっと点数が伸びていたのに。で、ショーー君は安定の金メダルだから、えー、ショウに近い得点を取ってくれたらもっとワクワクして見ることができたのに、私は、えー、ショーー君がっていうことですね。はい。えー、北崎24さん、私のところで返信コメントになっちゃってますが、いいですかということなんですけども。うん。 はいエミリーさんどうもです。えー、ステファンがシューマくんお姫様抱っこをしたからデミ先生が慌てて手を添えたみたいに見れました。ステファン腰やらんとってねって腰痛を持ちと私は思いましたよ。よほど心配をしたしよほど嬉しかったんでしょうね。うん、これねお姫様抱っこをしてたしあったんですね。 あの後でまた確認してみたいと思います。エビケさん、見ましたよ。じっくり、ゆっくり堪能しました。うん。ステファンが君のせいでまたナーバースになったよって本当のことですよね。きっと今回の NHK 会ステファンの頭の中は、シ馬ウマくんのことでいっぱいあったんじゃないかなと。うん。その分、ステファンの気持ちが炸裂しちゃったのかなということですね。これ,これは本当面白いですね。これ、ステファンがシ馬ウマくんのことをお姫様だ。それとも、宇野くんがしたのかなステファンですよね。うん。 木更津24さん、良かったでしょう、かったよね。で、しょくん、演技もどんどん濃密になり、インタビューで喋ることもしっかりしているし、良い男になりましたね。フィニッシュポーズが間に合わない案件が残りましたが、ファイナルでは完璧フィニッシュが見たいですね。そうなんですよね。あの今回、その2回ね、ス、あ、リ、のー3ターンをおっしゃったので、えそれがちょっとあの時間が短縮できませんでしたね。うん えー、斉藤直美さんありがとうございます。カブ君、昌磨君優勝しましたね。うん、安心してフリースケーティング見てたら、あら、4回転フリップがそう、僕もあそこびっくりしました。でも、皆さん、他の選手もジャンプ9マークついて、あそんななるほど、インクの氷の状態、あまり良くないのかなと、昌、え、磨、ー、君の優勝後のインタビューで、ステファンコーチのことを話すなんて、ユーマーを交えるあたりは、外外ナイズして、 えー、大人の余裕を感じ頼、頼もしくさえも思いました。インタビューのコメント内容は、昭和ファンの皆様にお任せします。で、友野和樹くんも4位と頑張りました。うん。4回転サラゴは基本かなと。そうですね。4回転サラゴはちょっとね、うん。コンボリーフリースケーティングのステップシークエンスは相変わらず、和樹くんらしく、えー、楽しい雰囲気で、ダンスが得意なカールしさ満載でよかったですね。うん。あの、特に、あの、ステップもそうですが、コれオシークエンスでも本当よかったですね。インタビューのコメントも以前は、 ダメなところばかり考えていたけど自分のいいところを見て練習試合をするようになったと、うん、大気晩成型の和樹くんらしいコメントですね。うん。かむくんの男子投票も聞かせてくださいね。うん、あこれねちょっとコメントね動画を撮りましたけど男子投票についてもちょっとこれからお話ししていければなと思います。はい。えー、美和さんどうもです。 キャーステファンが翔馬くんをか、あ、ステファンがやっぱりそうですね、抱えてデミーさんと胴上げ、3回も上がり、明日のスポーツ新聞からツイッターに上がるかな、えー、ステファンのシャツが素敵な柄がヨーロピアンな、うん、G7 メアトルにぴったりなツイッターにも上がりそう、さすがにおしゃれ。で、翔馬くんも素敵な笑顔かわいい、えー。お顔も輝きアップして、レベル4、いやいやレベル10。翔、え、馬、ー、くん優勝、金メダルおめでとうございます。もうこれはもう、ステファンと翔馬くんはペアをするしかないですね。ペア競技。うん。 できるみたいに優雅に素敵に頑張った。4回転も頑張った。靴の調子かな靴の調子っていうところが気になりますね。練習からあまりうまくいかなかった。それでも決めて素敵で。 えっと、あの、3連続は、えー、入れなかったけど、今できることはちゃんと入れて頑張りました。うん、加点もたくさんあり、えー、フリップは次回まで戻れば、グランピーファイナル進出、おめでとうございます。えー、ソく君もゲームメダルおめでとうございます。いや、危なかったですね。ショーあのフリーは6位ですからね。うん、そっからなんとか、ショートの時もあって。で、ショー君がなんか涙ぐみ、えー、ソタ君を見つめて、えー、いて、あ、涙ぐんでたということで、 うんあ、あんな目で見つめられたら羨ましい。いいなっていうこと涙ぐんだっていうところはちょっと。これはポイントですね。うん、あのー、久しぶりに見えてコーチも仲良しそうで、チーム勝負。も記念撮影や。 国旗を持ち、チ、え、ャ、ー・ジュンファン君も銅メダル、おめでとうございます。頑張っていました。チ、う、ャ、ん・ジュンファン選手も内容良かったですね、今回、うん。綺麗なスケート、また友野君が惜しかった。友野君ね、4回転あと1本決まれば、次につながるとインタビューで自分を信じ、滑り。杉本、うんえー、皆さん頑張り、お疲れ様でした。日本の3人は仲良しな雰囲気が、そうそうそう、本当そこですね、あのー。最後のソタ君帰ってきた時の集結がね、面白かったです。で、どの選手も精一杯やりきり、最初から見たからなんだか ジーンときましたよフリーはお客さんもたくさんいて盛り上がりました。ふうとにかくドキドキ、シュウマくんにジャンプドキドキ。よかった。もう予告通り、バナーフリタ,タオル、フリフリブンブン、フリフリフりました。うん。私も出し切った。明日はエキシビ,エキシ,ビションだから安心してシュウマくんに盗撮されよう。うん。えー、そうですね。明日は、えー、あ、インタビューもありそう。まるの部屋、誰かなあ、まるの部屋ってあるんですね。 これは徹子の部屋でしょうかね。まーちゃん来ないかなビヨンドは来週だからでは。またまた鬼方にしました。マッチれずースにこちらに。ということで。うん。はい。まあ、エキシビションまだ僕見てないんですよね、実はね。これからまあ見ていこうとは思うんですけども。はい。えー、ゆうのさん、どうもです。やっぱり NHK 杯のキスくらいは可愛いですね。うん。ちゃんとどうもくんもいましたよ。あと、やっぱりお客さんの歓声があった方がいいなと思いました。あー、やっぱこれ僕もそう思いますね。うん。 他のグランプリシリーズではあるわけなんで、うん。で、NHK 杯のキスクラはほんといつも素敵だなと思いますね、やっぱね。日本の大会は世界選手権もとても素敵なんで、うん、やっぱ華やかです、やっぱね。うん。おもてなしな感じがある。 えー、カオリンさんありがとうございます。う馬くん優勝おめでとう。安定の定位置。エマちゃんへのお土産もゲットできたし。肉の方がきっと喜ぶであろうが、ファンはすごく喜ぶ。また、帰宅してからのうの番チャンネルを視聴する楽しさも増えました。うん。印象インタビューで6連があまりにも悪かったから、ステファン先生に。君のせいでまたナーバーさんになってしまったよと語ったとこ、ツボでした。良い指定コンビですね。面白いですね。これね、面白いですけど、まあ、その時はナーバーさだったんで、結構緊張があったかと思いますけどね。 うんはいはい、えー、そしてアクアマリンさんどうもありがとうございますえっと男子のファイナルしょうまくんが、えー、15足す15で30でかおくんが13足す13で26そうたくんが13足す13で26ダニエル・グラステルくんが9足す15で24でこの4人が決まったそうですでアダム・ショウくんが15足す7で22 最終戦は、イリア・マリリンが15で、シュン君が11、キーガン・メシング9ですね。イリアは4位内でファイナル。シュン君は優勝でファイナル。キーガン優勝でなければ2位でもファイナル。サンヤとアダムの下になります。キーガンは優勝でファイナルということだそうですね。ってことは、キーガンが2位だったらファイナルなんですね。えっ、ー、と、ちょっとキーガン今年で最後っぽいんで、応援しますね。シュン君との争い、戦いが注目になりますね。うん。 林さんからも、えーうんね、お話が男子と変わりますが、宇野選手1位、宇野みーくん三浦君が2二で、山本君が2二、グラッセル君が4一で、アダム・ショー・ヒムファが1五、チャシーファン君3三3で、マリニンが1ハテナ、佐藤俊君もハテナ、3ハテナで、ミッシング4ハテナですね。マリニン1位前提で、宇野さん宇野三浦、山本、えー、マリニン、グラッセルプラスで、えー、佐藤君が2位以上で、佐藤、ちなみに、えー、あ、 佐藤さん以下とから一品ァっていう感じみたいな感じでしょうか。うん、間違いなどあるかもしれませんがということで、うんまあ、これファイナルの駆け引きですけど,けどもね。うん 195さんどうもです。男子フリー終わりました。いやいや、面白かったけど疲れたわ。今日もいろいろ波乱がありましたね。うまくいかなかった選手もいたけど、必死で頑張っている姿に感動しました。6位発進の1ァンク、今日のフリーはとっても良かったですね。うん。6位から3位、えー、ジャンプアップでした。おめでとうございます。 友野くんは3位までちょっとで惜しかったけども頑張りました。インタビューでは落ち込んでいるというよりは、次を見据えているという感じで前向きだったんで、シーズン後半に向けて頑張ってほしいです。アダムくん、今日はちょっとミスが多くなってしまって、5位に進んじゃいました。 前回優勝だったんで、やっぱり意識しちゃったのかな。でも、ショートプログラムもフリーも、とっても魅力的なプログラムで、個性的で素敵でした。うん。アダム君ね、フリーが得意なはずですけどね、ちょっとミスが多かったですね。昭和くん、完璧とはいかなかったけれど、4回転4本決めての、えー、1人1次元の演技での貫禄の優勝でした。おめでとうございます。えー、シーズン後半に向けて、徐々に完成形に近づけていくことでしょう。その全てを見届けたい、えー、ですね。 ラスボスボソーく君の演技はドキドキでした。うんですね。一番緊張しました。うん、4回転すべて決めて、よっしゃと思ったら、トリプルトロが2本とも、あこれトリプルアクセルですね。2本とも転倒で、どちらもコンビネーションつけられず、リピート扱い。うん、これはね、まあトリプルアクセルではちょっと苦戦でしたね。後半リカバリーと思って連続でつけたトリプルトロが多すぎ、あこれ、なるほど、そうだったんだ。リカバリー で、3回転と、これ、繰り返しだったんですね。なるほど。と、点数出るまで、ハラハラさせられましたが、なんとかにとどまりました。あ、そういうことだったんだ。なるほど。翔馬くんとともに、グランプリファイナルの決定です。おめでとうございます。いやいや、よかった。ほっとしました。で、翔馬くんと蘇太くんが揃って表彰台にいると、ジュニア時代を思い出して、感慨深いものがありますね。これで、終わりの NHK 杯もあっという間に終わりましたね。ちょっと寂しいわ。うん。 であ,あとは明日のエキシビションを楽しみましょう。そして次はいよいよグランプリーシリーズ最後のフィンランド大会です。日本男子3名、ルーカスあ、ルーカスくん来るのか。ですね。え達也くん、しゅんくんで、えー、そうですね。楽しみでございます。でえー、と女子は3名、まなちゃん、リカちゃん、ま、え、い、ー、ちゃんが出場するんで、週末に向けて、えー、体力を備えて全力で応援しましょう。いやー、結構フィンランドも楽しみでございますよ。うん。 えー、草薙24さんどうもです。1 9 5ん友野くん惜しかった。フリーだけなら3位でしたね。うん、あ、フリーだけなら三位だったんだ。うん。演技後のインタビュー、自分の気持ちを整理するような数を入れるような感じがしました。なるほどね。まあ、ちょっと今回友野くんね、またちょっと悔しかったです、まあトリプルアクセルは決まったんですけどもね。うん。 えー、マルディンさんどうもです。今日は NHK 杯の男子、えー、シングルフリーだけライブテレビで見れました。えー、シウマ君、ソーく君1位、2位、そしてグランプリーファイナル出場、本当におめでとう。この2人の光景は12ア世界選手権以来ですね。翔太君がラストで滑り終わったとき、馬くん、君、カズキ君みんなで待ち構えていて、えー、シウマがとても嬉しい笑顔が見ているこちらも嬉しさおすわけでしたよ。シウく君、ショートプログラムの時もステファンにストレスを与え、 えー、フリープログラムの6分間練習も不調で、またまたステファンにストレスを与えてしまい、えー、シウマ君、ステファンにも言われてしまった、うん。それでも最後にステファンとネビーストレーナーに抱きかけかられての胴上げでしたね、うん。で、最後、えー、シウマチーム、マチコチーム、ソータ君、2人ともどうもみんな笑顔で終われてよかった。昨日はテレビライブレポート頑張ったけど、仕事が忙しくて、しかも我が家の、えー、日記の猫のうち、 15歳のムクは 17, 歳からあ17日から、えー、動物病院に毎日通院。多分治ることは難しいけど、できるだけのことはしてやりたいと思って、ああ、ちょっとこれは心配でございます。明日も仕事で後でエキシビションを見ることになるけれど、えー、テレビの録画でも見れるだけでも幸せということですね。とりあえず猫ちゃん心配ですね。あの、無事を祈ってい,るいます。はい。まあ、でも15歳なんですね。うん。 えー、えおいさんどうもです。G 戦場アリア、すごく良かったよ。うん。しょうまくんのステファンコーチが目の保養になりました。りんかちゃんとりおんちゃん、グランプリファイナルどうなるのかな。りおんちゃんどうでしょうかね。りんかちゃん、これね、女子については後でちょっとお話ししていこうと思うんですが。うん。えー、草二十四さんどうもです。今夜の試合はなぜか。 えー、冷静に見ることができたんです。こんなことは初めて。始まる前はあんなにドキドキハラハラしていたのに、私もステファンマジックが効いてきたみたい、うん。完璧は目指すものじゃない。考え方って大事ですよね。そうか、マインドフルネスだわ。シュウマくんが笑顔でよかった。みんなが笑顔になれてよかった。さあ、ファイナルに向けてまた準備しよう。と、その前に明日のパダンパダンも完�しなくてはね。うん。これね、気になりますね。パダンパダン、僕も早く見たいですね。NHK 杯エキシビション。 うん、まだ僕見てません。はい。えー、パンダさんありがとうございます。えー、翔馬くんおめでとう。いやー、G 戦場のアリア良かった。4回転フリップが抜けちゃったり、3連続にできなかったところ以外はジャンプ良かった。グランピーファイナル進出決定、ファイト、ここ数年の翔馬くん。演技終わった後、本当に表情豊かで面白い。うん。そう、本当ですよね。最近はそんな感じがします。えー、颯タくん、銀メダル、イエーイ !4 回転立て続けに成功をんで叫んじゃいました。わーい。 うんえー、ジャンプ飛びすよ。ジャンプ飛びすきってちょっとびっくりしましたね。珍しい光景でした。それでも1 6点5えたんでよかった。ジュニア以来のファイナル決定。本当に今まで怪我で他人じゃし、はかしないほど苦しいことがあったと思います。本当によかった。うん。諦めなくてよかったですね。友野くん4位。あと1歩。個人的にコウモリは DS のマリオのバンクーバー5人のゲームのフィリライダー聞いたんで なんか激発でした。<laughs> なるほどえ。本当に毎回友野くんの選曲ぴったり、インタビューではこれからは強い自分に向き合っていくってかっこいい、うん、お強い自分に向き合っていくということなんですね。で、蒼田くんが演技終わった後、翔馬くん、相田くん、和樹くん、みんなで反省会をしていた、えー、どうせらの3人なんで、仲いいなっていうことですね。うん、この3人、本当になんかいい感じでね、宇の同盟っていう感じがありましたね、ほんとね。うん。 えー、美和さん、どうもです。今、録画を見たらですね、やはり翔夢君の滑りは別格だわ。そして北海道の会場の濃いめのブルーに、白い羽みたいなピントをされた会場と、翔夢君の衣装や雰囲気がさらにキラキラ演出されたみたいに、えー、ソト君のキスクラを見て2、ファイナルの品質が決まったとき、見ていた翔夢君が嬉しそうに顔をくさっと笑い、目が目がと涙目。 優しい本当に近くで大変なのを見てきたり、えー、仲良したからこそ分かるだろうけど、自分の優勝は泣かないのに、忖度が決まったら涙なんて、そう、これね、素敵なエピソードです。やはり、心ころが天下は、明日のインタビューはもちろんあるよね、楽しみに、えー。ステファンに10分間の話でよかったけど、また6分間練習でナーバースにさせてしまい、えー、君のおかげでまたナーバースな気持ちになったよ、から、よく試合で今日もやりきれた。 うん、やはり日頃からの練習と、えー、試合での集中力は半端ないはずで本人は言わないけどやはり大沢コーチが言われるように昌、えー、く君だけは6分間では分かんない、うんえー、試合では輝きそこ力を出すから、えっと、フリップに3連続にセカンド3回転にショートの連続ジャンプ入れたらやはりあと30点は以上はいくはずですね。 うん、300点を超えてくるとは思うんですけどもね、完璧にやれば、昇進は3月の世界選手権に右肩、えー、上がりでよろしくお願いします。過去に、うん、失速経験から右肩上がりの方が良さそうな気がするですね。新しい靴は12月にできるかなということなんで、この新しい靴についても、えー、気になります。はい。えー、US さんどうもです。 本当、えー、女子、男子、ペア、アイスダンス、みんな良かった、うん。みんな表情がいい。で、翔馬くんは、翔太くんのに確定してから、自分より、えー、大喜びでしたね、うん。これもびっくり、あの素敵でした、えー。決勝でもないから落ち着いて見られた。えー、家で子供が横から翔馬くんで出る、など、どうでもいい、うるさいので、えー、緊張半分消されていたからいい感じですということですね。なるほど。うん え皆さん、こんばんは。今日は子供がサッカーをしていて練習に出かけたから、昼からゆっくりペア、女子は全部、アイスタンス、これは2組だけ見て、家事を。男子はもちろん全部、なかなか皆さん良かったですね。やはり携帯の配信よりテレビがいい,い,いから、本当に深夜もよろしくお願いしたいですね。他の大会もペアも生き生きしていて、雰囲気、応援したくなるペアで。くんは、えー シュマくんがジュニアでもお世話になったから、えー、応援をしてあげたい。坂本香織ちゃんは明日かだけど、踏ん張りファイナルで実力を出せば、リオンちゃんはまだまだ伸びそう。で、えー、ファイナルで実力を出せば、リオンちゃんはまだまだ伸びそうですね。えー、リンカちゃんは惜しかったな、あと一歩。 ソく君は途中から大丈夫か翔馬君もリンク近くで見ていたらしく。やはりリンクメイトで、えー、コーチ違うけど一緒みたいでよかった。国旗を持ち、えー、記念撮影で笑顔が弾けて、ソく君は翔馬君がいたら笑うから、ちょこっと可愛いユーマを入れたことを違うか言うのかな ?NHK 側の、えー、番組決意でも、えー、翔馬君が振り返り笑顔にさせてしまいましたよ。明日も何かインタビューなどで一緒だったり注目ですね。今日は本当によかったな。私もよく寝れそうで。明日 は朝から子供が試合だけど、主人に任せてエキシビションを見なくては、うちは、えー、と期末テストがあるから勉強を見てあげたり、また元ですが、隙間にスケート。ではまた、ということですね。竹森猫さん、おはようございます。それそれ、シュマ君が言っていた、真剣勝負の先の美しいもの、な何やっけそれですね。うん。はい。ということでございます。エキシビション、何時からかな仕事だから見れないかもですが、堪能してくださいね。ということで。うん。エキシビション、 で僕も気になります。えー、そして、皆さん、もう一度です。こんばんは。私もリアルタイムで見て、最初に回いて、決まれーってさせてみました。惜しかったけど、頑張った。かなり痛そうなテントで大丈夫かな。あ、これはリオンちゃんのことかなと思います。あ、これはオンちゃんです。後でちょっとお話ししていきたいと思います。 木更木24さん、どうもです。えー、こちらに馬くんのコメントをしますね。馬くん自身が言っていた6分間練習がダメで、ステファンを再びナーバーズにしたと、うん。6連で4回転トーループを失敗した際に、えー、違和感を感じたと。うん、あそういうコアだったんですね。6分間練習で4回転トーループを失敗した際に違和感を感じた。エッジのエッジが違う。なるほど。演技直前まで靴を調整して、 えー、リンクに立ったこんなことめったにないおなるほどどうなるか分かんないと思いながらスタートそりゃあステファンナーバスになるなりますねへこれ知らなかったでも演技終了後 くんのののあの笑顔ステファンのお姫様抱っこすべて吹っ飛びました。えー、30ポイントで文句なくファイナル決定。ぜひファイナルでも大制度を伝立できますように。えー、ステイヘルシーでゴーショーマ、うん。このエピソード僕知ってたらかなり緊張してましたね、もっとね。ミ、え、ワ、ー、様、おはようございます。私も記事読みましたよ。びっくりでしたが結果よかったからほっとしました。うん今から別にコメントしますね。はい。 エミリーさんどうもです。ジテム様に追加です。木原隆一君は中京大、 中中京京と中大 OB 陸龍ちゃんは現在中京大生です。もっと言ったら、昭、え、和、ー、君も颯太君も中京ですね。えー、中京大学さん、ありがとうございます。これからもご支援よろしくお願いいたします。陸リ龍リおめでとうということ。あ、陸リ龍リね。うん。えー、ジュケムさん、エミリー様へ追加情報ありがとうございます。陸ちゃんが中京大,大学だったか、うろ覚えで確信持てなかったからコメントできなかったんで、やっぱりそうでしたね。陸リ龍リ優勝おめでとうございます。あの二人を見ているとほっこり にっこりしますすね、えー、中京でで様々ですとにかく残ったアイスリンクを一面だけは支持したいです。ウノワンチャンネルの練習風景にリンクサイドの壁紙、壁が面が、えー、ロゴがですね、壁面がロゴがトヨタだったかっなが最近オリエンタルバイオのロゴを発見してウキウキですね、えー。リンクのスポンサーが増えるのは嬉しいことです。オリエンタルバイオ所属のカオ君には紐をつけて引っ張っていきたいですね。 うん顔くんも楽しみでございます、本当に。えー、そして、みやさん、おはようございます。えー、昨夜は、しょくんの金メダル優勝。NHK 界3連続が嬉しくて、なかなか寝れずに余韻が。オリーブカンムリー、あ、なかったんですね、今回ね。なかったけど、どうもくん、マスコットやしょくんの笑顔に、あのステファン先生が興奮したのか、嬉しくてしょくんを最初、おひみさだっこを、キャーからのデミさんも手を添えて、胴上げ。1、2、3回は上がった。早速、さすがさっとと、あ、 さすがさっと、翔馬くんは軽々抱っこされて、えー、そういえば、ザ・アイステも姉さんと坂本香里りちゃんに抱えられて、ポーズがあり話題になり、思い出しましたよ。翔馬くん、変えたくなるの分かるな。そしたら、今朝のニュースに、6分間の練習中にエッツ位置がずれた。うん、これびっくりですね。えー、それは超やばい。これは飛べないと自分の演技前の4人が滑る間に直すと、つまりぶっつけ本番。 ね、びっくり。えー、だから、ステファンが6分間の後にナーバースになったとかで、インタビューで今できることは演技は良かったと、結果だけは良かった、えー。この試合は乗り切れた演技だった、など発言をされたんだと分かり、またまたよく頑張ったと思いますね。うん。エッジはね、ゼーだってやばいですね。ループサルコー、トーループアクセルジャンプ、綺麗で、連続ジャンプも最初からダブルとは思ったかな。で、3連続は回避だったかな。 あれ ?3 連続つけるそうだからどうしてかなと思っていたが、原因がわかりすっきりしました。うん、えー。グランプリファイナルはビシッと決めてくれるでしょうね。えー、そんな中、逆転2連覇よくやったなという演技。4回転4本成功。曲上と一体化をしたような伸びやかな滑り。いろいろ記事も褒めていますよ。よかった。今朝のテレビや NHK 以外はあったかなと見当たらず、作、え、り、ー、は少しはあり、えー。ファイナル、チャンネルが NHK 界からかな っていう感じですねファイナルに期待。えー、翔馬くんがインタビューで、ファイナル一緒に三浦佳生くんや山本くんと出場できるの心強く年中なんで、えー、手本となればようにと言われていますよ、えー。グランピーファイナルはコロナのせいで3年ぶり、今度こそ金メダルを取れますように。 えー、グランピーファイナルはコロナのせいで、えー、3年ぶり今度こそ金取れますようにファイナル王者になれますそうですね彼は本当にもうまだなってないっていうのは意外ですよねあのトゥラノットで0.5点差の名古屋開催の時にもうん 最大チャンスで昨年もファイナル前は年在もなく絶好調だったから昨年も大阪会話なはずでイタリア会っだからあるはず、えー、シュウマー君イタリアに向けて新しい靴が馴染みますように、えー、そろそろ使えるかな来月から今日はエキシビションだから楽しみです、えー、テレビも昼1時から4時まで3時間ありシュウマー君のトークもあるはずで、えー、バナーをーる今日もエキシビションでも振りフりリフリあエキシビションでもねバナーを通る振り振りありますかね金の舞い2の R18 パタンパタンでパタンパタンと 北海道でも盗撮の札のようなえー、とどとな内が小幕にいっぱい昼か大変だわまたまた朝からお味方にしましたかばさまでれたかなではまったということですねうんおかげさまで今日は爆睡しましたねただまだ行き死に処理でないんでこれからちょっと見ていこうかなと思っている感じでございます なみなみさんどうもです。えー、シュウマくん優勝、スタくん準優勝、そしてお二人とも GPF 決定おめでとうございます。本当に良かったですね。えー、シュウマくんの滑りはもう別格です、えー。ジャンプミスは気にならないくらいの演技だと思います。G7 メアトルはいつもこっちよく酔えるような感じですが、本当に極上のワインで気持ちよくさせてもらった気分です。えー、優雅とかそんな陳腐な言葉では表現できません。えー、札幌には大聖堂を建立しましたね。えー、6年があまりにもひどかったんで、再びステップ ファンをナーバースにさせてしまったショマんですがなんと表彰式の後の裏の取材カメラに告白していました聞いてください聞いてください6連の後エッジのエッジ変えたんですよくやったと思いますすごいですよねだからあのねあの終わった後の表情がああいう感じだったんだ え、エッジのエッジを変えてぶっつけ本番でできるものなんですが、素人の私には想像がつきませんが、いきなり違う道具で戦うような感じはないでしょうか。ですよね、普通は無理なんですよね。宇野くんは練習の折りなんで、普通は無理な気がしますが、すごいことですね。 そしてさらに言言実行です練習通りのフリップでした。あれ、もしうまくいってたらあの後半のジャンプ失敗していたかもと、翔馬くんは練習通りのせいか試合で出ることを求めてますあそういうコーナーだったんですね。練習以上を求めない、ね、納得の失敗だったんでしょう。まだまだ靴の調子が、えー、途上のようなので、ファイナルまで調整をして4回転フリップ戻ってきてほしいです。4回転トーループと仲良く同期してね、そしてソ田くんの2位により、 ファイナルの決定が分かったとの、えー、しょくんのエンゼルスマイル、もう自分が勝った瞬間よりも嬉しそう。えー、ジュニア時代に一緒に戦い、怪我を乗り越えてきた歴史も知っていて、今は中京のリンクメイトでもあるから、誰よりもソタ君の気持ちが分かるんでしょうね。えー、すごくいい練習をしているから、絶対にうまくいってほしかった、みたいなことを言っていますね。そして一緒にグランピーファイナルに行けて心強いと、ソタ君もいいお手本が近くにいるから、嬉しいというようなことを言っていました。うん、お二人は本当愛がありますね。 2人の表彰式に胸熱の人たちもたくさんいると思います。えー、ジュリグランプリー、えー G、以来のグラン、えー、7年ぶりとか、えー、今2人のツーショットの掘り起こしがファンの中のトレンドみたいで、チビ相馬やチビ相うの写真をアップしている方たくさんいらっしゃいますね。えー、メディアの皆さん、か宝映像今こそ蔵出、えーねえー、しすべきですよ。えー、ジュニア時代に試合会場のある部屋で2人で腹横 腹横ばいになっているから、何してるかと思ったらですね、えー、と仲良く並んでプロトコル表をチェックしていたと、ああ、そういうこともあったんですね、もう可愛いですよね、ジュニアの頃試合とか合宿とかで、ね、須田君と同じ部屋とかで一緒に行動することも多かったそうで、 えですからあの、当時コーチだった美保子先生が本当に曽田君には迷惑をかけていたとおっしゃっていました。え田中圭司さんにもお世話になり、美保子先生よく感謝してましたよね。え太、ー、く君にも迷惑をかけていたけど、今一緒に練習しながらその姿を見せることで十分お通りが来るくらい恩返しができると思います。えー、島くんも友野君も曽田君の演技を最後までリンク負けで応援していて、演技後は3人で仲良く反省会。 友野君も本当は悔しさい,いっぱいだけど、グランプリーファイナル進出決まった翔馬君と須田君をたたえて、立派ですねえ。これからは強い自分と向き合うと言っていたんで頼もうしいですで。優勝インタビューは暗転の底ファン、翔馬君、えー。ステファンをナーバースにさせちゃったけど、そこはもうステファンのコールとして、えー、宿命ですね。きっとファンの私たち以上に心臓がバクバク、岩キリキリしたと思います。でも、そういう苦しみの後にきっと翔馬君の笑顔が見れるからこそ、きっと関係し、 だりあ、えー、える瞬間が来ることを信じているから、どんなに苦しくてもコーチをやめられないんです。私も時々ファンじゃなかったら、どれだけ、えー、楽だろうと思うことがたくさんありますが、やっぱり宇野昌磨を応援せずにはいられません、えー。ステファンが苦しみから解き放たれ、えー、喜びをバグハーさせたのがあの昌磨君。お姫様抱っこのび上げにつながったのかなもうステファンも昌磨君に負け人そこファンだわ。えー、ステファンそこファンなんて、ごろ 心がいいですね。とにかく2人ともファイナルで精一杯演じてねということで、本当なんか優しさとか愛があふれた感じの、えーね、演技だったなぁと思うし、その後もとてもいい感じがしますね。みんなさん仲が良くて。うん。でも、まさかいろんなエピソードがあったなんて思わなかったんで、そこは本当にびっくりしました。えー、なみなみさん、伝統失礼します。第2戦のスケアメから NHK フまで、男子はすべてショート2位から、 逆転優勝ですね。実はずっと気づいていたんですが、NHK 杯で翔馬君が、ショート2位だったから、これはどうなんだと思いながらフリーで終わるまで、えー、そのとこ、ここにコメントできませんでした。えー、そして、ここまで全て日本人、男女とも表彰台もキープしていますね。NHK 杯は男女とも日韓でした。えー、国同士はいまいち仲悪いですが、選手同士はお互いを称え、いい考えにとても素敵。うん。 えー、キム選手もこんなたくさんのお客さんの前に滑ることが嬉しかったみたいですね。えー、本当にほんのしちゃえばお客さんが入るから海外選手も気合い入るのかもえー、でも。 セ、えー、ンロングさんがファイナルの渡航費の区面を心配されています。あ、そうなんですね。なるほど。これはちょっと気になりますね。ファイナルの渡航費の区面を心配されていて、おそらくソータ君のことだと思いますが、ソータ君レベルでも大変なんですかね。で、ソータ君にもスポンサー問題はあるのかな、えー、中級代でバックアップしてほしいですね。ってしてくれます。あ、これはちょっと気になりますね。ソータくんの、えー、とお金の区面がちょっとこれ気になります。 はい。であと NHK に拠点、アナウンサーが優勝は、優勝は宇野,宇野相馬さん宇野相馬さん,馬さんこれは、どういうことだ、これは、優勝、宇野相馬さんって言いました。相馬と聡太が一緒になっちゃったのかもしれませんが、これはちゃんと訂正してました。へえ NHK らしかのミスですね、これは。びっくりしました。宇野相馬さんですか うん、ちょっと笑っちゃいましたけど、笑うとこじゃないかもしれませんね。で、シューくんは靴の調整もあるから、グランプリーファイナルまで日本なのかなえー、スイスに行った方がイタリアへの移動や時差をもらそうですよね。やっぱりステファンに直接指導もしてもらえるから、きっとよりプラスだと思うんですけどね。どうでしょうね。うん。僕もそう思います。えー、イタリアに大聖堂似合いますね。どれかへのを堅実してください。えー、そしてイタリア語で、UNO は、あ、そうなんですね。これはちょっとびっくりしました。ってことは、UNO と関係ありますかね。UNO の一番と。うん うのっていうのはイタリアから来たんですかね。これは一番になれという意味だそうでは、で勝手に捉えています。ああ、これは知らなかった。ありがとうございます。株くまた余裕ができたらプロトコル分析をお願いします。一番のイタリアジャッジは PCS。あ、そうなんですね。ちょっとこれも気になります。まだ見てませんけども、後々やっていきたいと思います。イタリアジャッジ厳しいですね。えー、シューマくんのプレゼンテーションに並んで、あ、え <laughs> 厳しいこれは。そうなんだ。 最高点が9.25だから、これは帰り入りすぎませんかまあ除外されてるか、まあいいかっていうことですね。うん。もうこれちょっとびっくりしました。ちょっと、あの、かなり、あ,あの、後でちょっと見てみたいと思います。やっと落ち着きましたが、今日はパタンパタンでパタンパタンと盗撮される。あ、そょっと、盗撮、棒、盗撮じゃないですね。盗撮される。盗撮される予感予定ですということですね。はい。ということなんで、ちょっといろいろ気になることいっぱいありますね、ほんとね。うん。 えー、梶原さんどうもです。歌舞伎おはようございます。えー、昌磨さん、りくりゅうやりましたね。おめでとうございます。おめでとうが。いつも通り余裕が優勝固いと、楽観的には皆と違って心配で、えー、試合はむしろ嫌です。うん。大落ちしたトラウマがあるみたいです。なぜ不調なのか。くつ、試合直前に自分でエッジを位置を変えたとか、ヒヤヒヤです。うん。普通はね、無理ですよ、こんなのは。フィリップとか止めなかったのも、コンボも合点しました。えー、ハラハラだよ。 ステファン、胴上げしたい気持ちわかりますえ。自分で言われた通りり、本当よくやれた。 そしてソダ君を心に応援し、結果に喜ぶ s u m さんのなんて広い心の s u m さん、えー。これぞ世界のアスリート魂。友野君、あと一歩でメダルだった。うんえー、友野君も台乗にできたら友野君応援してるよ。衣装もよかったし。s u m さん、次はファイナルですね、えー。それまでにコンボ飛びますように4回転とトリプルとト,トリプルアクセル、オイラートリプルフリップも、そして最後のフィンランド杯。マイちゃん、駿君、どうかけがなくコロナ加冠せず、楽観せず、えー、ご自分の演技できます まようにまず第一関門ファイナル進出願い叶いました感謝ですうんいや本当ですねまあファイナルでもどうなるのかとても楽しみでございますね本当。 アルキさん、ありがとうございます。ソ、えータ選手、頑張ったよ。ショートは1位、フリーは点倒があったりしたけど、4回転3つ決めた、今まで頑張ってきたことが少しずつも加えてたんだと思います。うん、えー。総合2位で宇野選手と一緒にファイナルへ進出が決まりました。一番にファイナルへの進出が決まっている三浦選手と日本人選手は3人はです。これもすごいことです。うん。本当ですね。これはこれまであったのかなねえ。うん。 エミリーさんよろしくお願いします。え語りたいことは山ほどありますが多すぎてまとまんないですえ。現地のファンの方からの分の練習の様子の報告やお聞いて大おうち私も覚悟しました。それなのに本番をまとめてというかこれは攻めであり賭けだったんですね。 えー、そうたくんや和ずくんとのシーンもすべてひっくりめで、もうしょうまくんかっこよすぎた NHK 杯でした。まだエキシビが残っているという幸せ。うん。いや、僕はこのね、その6分間の,あのハプニングとか全く知らなかったんで、これ知ってたら本当にびっくりします。あの、緊張してました。えー、なみやさん、エミリー様、お名前、記号になってますが、エミリー様ですよね。本当私もちょっと大落ち、ちょっとよぎりました。でも、エッジを変えてなんて、ある意味すごい、えー、挑戦ですね。うん。 普通、無理ですよ。普通、本当に無理。うん。か、えー、けというか、でも、しょうまくん、試合は運に任せたくない、えー、実力とおっしゃってましたが、やっぱりあの演技が実力ですよね、本当。うん。あ、本当、固唾を飲んで、テレビの前で見守りましたが、ライブではあまりよく覚えてなくて、もう一度、録画で見,、えー、見直したら、やっぱり美しかったですよね。おっしゃる通り、すべてにおいてかっこよすぎました。まだ、えー、そう、パタンパタンが残っている幸せですね。かみしめていきましょう。というね、ことでございます。うん。 ミケ、えー、様どうもです。蒼太くん、銀、えー、とファイナル進出おめでとう。えー、3人での飛びすぎ反省会は、まるでクラスメート同士が寄り集まっているかのような雰囲気でしたね。蒼太くん、ノーミースのショートで、ジュンファン選手よりも16.14点は待っていたのは大きかった。うん、ショートの貯金良かったですね。ワイリュー様が以前おっしゃっていましたが、ショート貯金は大事ですね。うん、そんな気がします、本当飛びすぎは昔、小田くんもやっていたような、振り付けに気持ちを込めてジャンプにも神経使ってリカバー マリーのジャンプも計算必要で競技選手はあの短い時間でやることが相すぎですね。 なみなみさん、みけさま、あの3人の反省会、ほほえましいですよね。ただ、見ているだけでも、いつの間にかい、えー、こちらの顔も緩んでしまいました。す、えー、田くんは、この NHK 会で、翔馬くんの順位に近づいていくことを目標にしていましたが、まさにそれを実現できて、本当に良かった。うん、揃って表彰台、揃ってグランピーファイナル、感動です。友野くんも、あともう一歩、きっとこの後覚醒してくくと思います。そして翔馬くんの靴問題、グランピーファイナルまでに解決しますように、うん、ほんと結構ね、靴問題もあるんで、 結構,結構濃いですね内容が本当うん。 えー、ミケ様、ですよね、ですよね、もう微笑ましいったら、二人並んだ表彰台もジンと来ちゃいました。えー、靴問題、去年がうまくいったんで、楽観してましたが、なかなか難しいんですね。うんほ、直前の直前のことですかね、普通無理なんですけどもね、ちょっと目が丸くなってます。えー、宮様、こんにちは。須田君も頑張りましたね。リカバリー飛びすぎが惜しい。小田君が YouTube で早速解説され、飛べるからしちゃうんだと。あー、なるほど。自分のリピートは16年前で未だに言わ,言われちゃうよ。いっしかなとユーマーマジに。 解説を点数が出てファイナル進出が決まったら、勝負君、なみなみ仲間っていいですね。うん、小田さん、やっぱりこう、小田ルール、小田る、小田るとも言いますからね。うん えー、ミケ様、こんにちは。小田くんが飛びすぎの解説。それは興味深い。ぜひ見なければ。飛べるからしちゃう。なるほどですね。うん。小田くん、アクシデントの経験値高いですよね。えー、須田くんにことでは、えー、翔馬くんもうるさがにじみ出てましたね。小田さんは本当ね、いろんなハプニングとか、事故というか、いろいろあった気がするので、うん。 えー、宮様、昨夜動画を見ていたら、なぜか自動的に次になり、たまたま小田君の YouTube になり、詳しく翔馬君のことや、えー、須田く君のリカバリーでは、僕なら先に丸々につけてと例を挙げていて、やはり選手は少しでも点を挙げたいからやっちゃうよねと、それはダメなんだよとするならと詳しく探してみてくださいね。愛、はい、ある解説、翔馬君と翔太君はジュニアからのツーショットや、翔馬君が一人になったり。 フィンランドハへも仲良くえ、本当に嬉しいが伝わってよかったですね。仲間の頑張りや成績に泣けるなんて、翔馬君もある意味ライバルなのにすごいなと。うん。あれだけ、えそれだけなんか長い仲良しな関係は素敵ですね。はい。 と皆さんも一度です、えー。こんにちは。かムさん、寝れましたかシウマ君優勝金メダルおめでとうございます。えー、素敵な大聖堂が北海道に現れたステファンをナーバースにしたけれど、終わればめちゃめちゃ笑顔が弾けるステファンなり、お姫様抱っこからのデミさんと胴上げ3回は、ツイッターに写真が上がり、前からの写真やステファン、シウマ君を大切に、ハグがもう嬉しそうで宝物みたいに、シウマ君は少し照れてるから笑顔がくしゃっと、ソダ君のツーショットやお互いを称いたい、 友野くんも頑張った。グータッチでソくんを2人が、えー、抑えて、良い関係でスポーツマンらしいな、すがすがしい、うん、オレンジタオルはフリフリ、ブンブン頑張りましたよ、えー。会場にも同じようなフリフリ仲間がそういっぱいいて、そこね、つぼでしたね。諸馬くんも嬉しかっただろうな、オレンジ以外のバナナとあ、ありましたね。僕も見ました、それ。とにかく、さすが諸馬くん、何が起こるかわかんない真剣勝負、えー。見ていて楽しいじゃないですか。うん、結果がわかっているドラマなんて好きじゃないんで、ドラマチックの 真剣勝負の先にある美しいもの。えー、先へも翔負君は自ら自分の力で,でそこの力で掴み取りましたね。えー、ラスト、羽を畳み込み、えー、我に返るといや可愛い、氷、え、読、ー、にちょこっと座り、新聞にも載っていました。ああ、なるほど。うん、何かつぶやいた何かなイキシビソンが1時5分から4時まであり、翔、え、負、ー、君はラスト2番目に、えー、登場。ラストはリクルー、きっと八優勝だから花を持たせてあげたかったのかな、うんえー、本当は。 翔馬くんがラストだろうけど、優しいわかっている先輩をちゃんとリスペクトしていて、隆一くんには、えー、たくさんの世話に、えー、ジュニアで可愛がってもらったから、翔馬くんの気持ち伝わりましたよ。私は昨夜の翔馬くんの頑張りや靴問題からエッジズレター直して、ぶっつけ本番なのに頑張った姿に今朝一緒に胸熱えー、昨夜からコメント書く場所ガーで、りんかちゃんや女子にアイスタンスにコメントをしたんで、 えっと、よろしくお願いします。え、本人は多分最初から、フリップは、3連続もトリプルアクセルのように最初から決めていたような、えー、グランピーファイナルでは決めてくるはず、イタリアだからスイスに行くのかなえー、靴の鳴らしはそろそろ大丈夫かなお母様が奮闘中の靴、あれでファイナル6回目にして初優勝をつかみ取れますように、その前に極上 R18、パナンパナンも楽しみです。えー、トークコーナーも出ますようにということですね。はい。鉄子の部屋は出るんでしょうかねこれもさっきコメントちらっとありましたけどね。 うん、まあいろんなエピソードがあったんでかなり今日は濃い内容でございますね本当うん エミリーさんどうもです。えー、連投すいません。NHK フィギュア公式さんのインスタを見て、アンバサダー刑事から、アンバサダー刑事か、アンバサダーサトコによって撮影されたネクセーバックー、寝苦戦爆発のシ馬くんが、狙られたならよかったですね。あ、そういうことあったんですね。ちなみに僕、エッジの位置変えたんすよという特大スクープ、これほんとスクープですね。アンバサダー刑事によるさ撮影で、このインスタの昨日の投稿にありますよ。私のツイッターでは昨日の夜、 エッドエッジがもうトレンドになっていました。もう勘弁してください。本当面もいですね。すごすぎ、うん。普通無理ですよ。だって。うん。これは世界驚学級ですね。三輪さん、私も見ました。なんか、ケイジ君だから発言が、口調が荒ぶっていますがと仲良しぶりが、え、髪が爆発は見ていないから見ていきます。我が家のわんぱくちゃんも、もう少ししたら帰ってくるから、エキシビションゆっくり見れるか。しょうま君だけはじっくり見たい。 えー、なみさんどうもです。あの髪の毛爆発は最高。まさにそこファンしずりの翔太くんです。これもちょっと気になりますね。えー、皆さん、本当にそこファン発揮され、ゴージャス、ベートーベン、<laughs> ベートーベン、そんな、そんなんですね。え、ミケ様、エミリー様、皆様、私も急いで探してきました。ちょっと、えー、6分間練習の後、エッジ変えたって言ってます。うん。演技終了後の、あの、下手っていう感情、膝立ち姿勢。えー と我ながらよく頑張ったって感じだったんですかね。寝癖爆発の世界王者。アンバサダーケイジ、いい仕事をしてくれるじゃないですか。うん。ケイジ君いたんですね。うん。佐々24さん、私難民になっている。えー、シマ君6連の後、本番直前にブレードの位置変えたんですかうん。6連の後ですよ。6連 ?6 連の後ってどういうことこれ。これね、本当にね、すごいですよ、これ。うん。恐ろしい子。それであの滑り。見るのを全て魅了しちゃったの。普通ね。 トリプルジャンプとかダブルジャンプも厳しくなることありますからね。やっぱり別格ですね。うん、ありえないです。本当うん。はい。 えー、マイク・バーティラーさんどうもです。えー、カブ君おはようございます。えー、札幌・マコマ内の積水ハイマーリーナからお届けします。ただいま、エキシビション公式演習中。10番君カオちゃん登場。リクリューがエアプレインの練習をしています。特、えー、別の,あのアイスタンスは、さすが、ソ、えータくそうですね、登場。なんか軽く流してるなということですね。ペアのチャン・ハウ組が登場で、米国の2番手のペアだね。えー、男性のアキラ君は、過去日本でも滑っていたで。で あ、そうなんですね。アキラさんってね、日本人ですよね。日本に残ってくれよかったのにな。残念。スケレンももっとカップル競技にも力を入れてほしいな。うん。えー、ュウくん登場、えー。パタンパなんですよ。リクルー出てきた。練習見てるだけでも癒される。あ、エアプレインやったということでね。うん。という感じが今流れてますね。 え皆様、マイクモ様、演説お疲れ様です。いよいよクライマックスのエキシビションですね。マイクモ様、一番前の席ですか昨日、祖母君のスピンのラストから2番目の時に、めちゃくちゃ画面に後ろに映っていましたあそういうことみたいですね。なるほど。気にしていきたいと思います。昼間はチェック柄でした,でしたが、夜は黒っぽいカーキダウン、録画見ながら探していました。それからエキシビションの鳥は、りくりゅで、に、祖母君はラスト2番目に、うん、初優勝だから花をもだしたのかなと、優しい。 今日はトークショーもある楽しみです。うん。 ペアも女子もアイスタンスも男子もすごかったですねえ。見応えありすぎて羨ましいです。練習も見れるののいいですね。翔馬くんのパタンパタン、後ろから感想よろしくお願いします。え気をつかえるにも気をつけて。うん。マリニンさんどうもです。エルマンスグレーのマイクボ様へ。NHK 界感想間近ですねえ。家でテレビ観戦でも長い視聴で体力結構いる。マイクボ様の無事、愛知にご帰還され、しっかり休んでからいいんで、観戦期お,お願いします。ということで、はい。うん。 えー、キサラ木24さん、どうもです。前くば様、お疲れ様。エキシビション、頼んで死んでますね。無、え、事、ー、の帰りとお土産話待しまってます。そして、前くば様、こんばんは。帰りのフェリーの時間の都合で、最後で、ね、あそうだった、なるほど、そういうことだったんですね。えー、団長の思いでアリーナを後にしました。えー、昭和君以降は改めて家で見ます。そうでないと船が出る像ーンになります。あそうだったんですね、なるほど。はい、わかりました。えー、美輪様、大変船に急いで間に合いますように。 ザアイスの時に私もやばいとスーツケース持って全力で走ったからわかりますよ。頑張って NHK 杯楽しめてうやましい。またゆっくりされたらレポートよろしくお願いします。え私はテレビ関連に行ビシ来ビショしを見たから今から主婦に。うん えー、明日からですね、期末テストが切り替えなくてはなかなか良かった。いろんなドラマがあった大会になりましたね。では、お気をつけて船旅なんてドラマチックいいない。本当ですね、ドラマチック船旅ですね。飛行機よりも船の方がなんかいい感じがしますね。うん。えっと、北海道からですもんね。うん。 えー、鳥本優子さんありがとうございます。結果を見てからの株ブ君の配信を見たんで、リアクションを楽しく見させていただきました。今回、ブレードの剣とい当調はイマイチでしたが、なんとか乗り切れましたね。うん。演技よりも、えー、ジャンプに気がつい、気が入っていたようで、まだまだ良くなることしかないんで、全日本選手権が楽しみです。うん。全日本でショートを完璧にして、グランプリファイナルでフリー完結ですかね。うん。いや、本当ですよ。もうブレードの剣ね、もう本当にびっくりしてます。これは、 本当に新フィギュアスケート界の新環境の内容でしたね。6分間レースの後ですよ。うん、前だったらまだまだまだ分かんないんですけど、それでもやばいですけど、後でこれは焦るはずが、あの冷静さな何,何だったんだって感じがしますね。うん えー、まスみンさんどうもありがとうございます。かぶくんたくさん配信をありがとうございます。なーんか独特でしたね。今回の NHK 杯。男子の振り長くなってしまうんで、とりあえず順ファン君とショーマくについて。ジ順ファン君は良かった。うん、冒頭の4回転すルコーと4回転のトールーパー、うっとりする美のジャンプ。スピード感も半端なかったですね。その後、ゾーンに入ったと思わせる表情がチラッと顔に見えました。 でも少し力んでしまったのかな。トリプルアクセル、ステップアウトなどありました。うん。これをもう見入ってしまう。体の動きからの、えー、仕上げの長編、稲バウォまで。麗しい。なんせお顔が可愛くて、お人形のお面をつけて滑っているのかっていうくらいです。うん。彼はね、本当にイケメンですね。うん。う本当に超絶のイケメンだと思いますね。そして、そして、私の主観となりますが、宇野相馬選手が登場して、一気に空気感が変わりました。そして、最近話題のロマンスグレーショロマンスグレーって話題ですよね。 豪華、豪華旬、なんだ、春欄でしょうかね、キラキラで、えー、と衣装を輝かせ、今夜の、えー、主役が登場です、みたいな雰囲気になりました。で、翔馬くんの時だけ氷が違うんですかうん、水を得た魚のごとく、氷を得た翔馬くんのようです、確かに。氷を得た翔馬くんていう感じがしますね、本当ねね、えー。パンに e ージースプレッドバターを塗って、えー、そうですね、いるような、えー、滑らかなスケーティーグ、e a バター、うん。 はいで、えっと、エッジが磁石で氷の下にある巨大磁石にスイスイス,スイスイッスイと引っ張ってもらえるようなオートマイチックなスケーティングに見えました。うん。宇野選手は体質がフィギュアスケート。カブ君の言う振動、まさにですね、うん。もう氷とね、友達ですね。もう天才振動です。でも、今夜は F 様と T 様はおなか、お互いにまだ。 恥ずかしがっていたのか、仲良く入ることはできませんでしたね、ということですね。ゆくさまと T、あ、4回転ジャンプ、フリップと4回転トーですよね。うん。インタビュー,回しのシーマシノシャマくんのお目目くりくり顔がなんとか今ちゃんに似ていましたということですね。うん。はい。 でこちら変身がありますが、みなさんどうもです。わすみんさまこんにちは。私もジュンファンくんも好きです。ピョンチャンオリンピックのエキシビションのラストに、一人の昇膜に近寄り、そっと肩を抱き寄せてくれたジュンファンくんに、なんて優しい、それから注目していましたよ。去年も一緒に大乗りでツーショットもあり、話題に、うん、あの稲葉はいつも嬉しく、美しく、綺麗い、ザ・アイスでは2力用意していて、どちらも素敵でしたよ。えジュンファンくんは生で見たらさらに素敵でした。うん、表彰式でおくるみ昇膜に合わせる場面が、 可愛翔馬くんは悪視シデあったなんて後から知り、えー、分かりびっくりでしたがなんとかその時にできる構成で今回は無理せず完成度で勝負であれ攻める翔馬くんが3連続をしたなんて初めてなんだなとやはりクズだったのかなと。うん 新しい靴を、えー、確か先日くらいから作り、今、鳴らしているから、来月くらいは大丈夫かなと、ハラハラドキドキですが、とにかくホッとしました。えー、ステファンがナーバースと口に出すくらいで、インタビューで珍しく書紋君がステファンをナーバースさせてしまい、次からはそうならないようにと練習からお今、今朝、お姫様抱っこや、胴上げ写真が上がっていて、ステファンが書紋君に抱きついて喜びを爆発などもあり、もう本当に心配で終われば、金に感激びっくりホッとさせられたんでしょうね。で、えー 翔馬くんはやはり目が離せないうちの息子ちゃんみたいな感じでちゃんとできるか常に心配にえ年はうちは12歳だけどなぜか重なりえ少し小さい時が似ているからかもですうちも駅弁になるかなということですねうんえ、草薙24さんどうもです翔馬くんの時だけ違うと思う氷がエキシビションとものくん最高雅の曲でかっこいいあああそうそうこれねあの

ロングイナバウは好きです。うっとり。あと、毎回楽しみなのがスピンです。え、まっすぐに手を伸ばして、ブレーズに回る美しさ、うるばし、マスミン様の優勝書目のエッジが、磁石、体質がフィギュアスケートって、表現に笑いました。F 様と T 様、次回は仲良くしてください。うん。なかなかね、本当に、どっちが決まらないシースな関係がありますからね。え、マスミン様、返信ありがとうございます。えー、ミワ様、よかったですね。当たり前だけど、ミワ様のおしみは、2戦とも優勝ですね。おめでとうございます。 えー、ジュンファン君とショウマ君は仲良しですね。二人ともジャニーズが K-POP アイドルかフィギュア界にいるのっていうくらいかっこかわいいです。チ、う、ャ、ん、ジュンファン君は本当ね、すごい。お、う、く、ん、るみは可愛かったですね。私も二人は実物を見たんで CG ではなく本当にいたんだと思いました、えー。ショウマ君の靴は全日本や世界選手権の時には大丈夫になり、グッドタイミングだと、えー 思いますよ、うん、あとね、水を差すようでごめんなさい。ですが、えー、韓国五輪のピョンチャンは、ピョンチャンですよっていうね。で、これはね、ピョンヤンなんですね。そう、これピョンヤンなんですピョンヤンで、これ北朝鮮なんですよね。うん。の人になっちゃいます。私も同じく間違えてコメントしたことがあるんです。これからはピョンチャンに直しましょうねとね、まあ、僕もね、ミスただきなんで、うん。まあ、そこはちょっとドンマイにはながってきちゃいますね。はい。 かじわさんどうもですかぶくんこんにちはしょうまさんの優勝はもちろん嬉しく興奮しちゃってほうしてたお布団取り,む取り込むの、えー、寝るときお布団ないってひどい話ですねってこれ本当ですか <laughs> 今回言いたいのは、そだくん。準優勝おめでとうございます。もう嬉しくて、彼の笑顔のなんてなんて素敵なこと、たらればになるけど、怪我さえなければ、しょうまさんおせ、えー、切磋琢磨しちゃえる力があったのに、うん。だから、美しいジャンプ飛んでも、そう驚かなかった、悔しかった、表現に重きを置きたかったしょうまさんも、えー、ジャンプ磨かないと点数出せないと、ステファンのところで、やっとは変わったし、あと、とものくん、全日本頑張ってほしい。うん、とものくん、本当ですよね。で、NHK 界、存分男子さすがに放映してくれ。 満足です、えー、今晩もテレビ番組サタデースポーツを見ますということですね。うん。はい。まあでも本当、友野くん頑張ってほしいしね。でも、宇野くんの靴のケアはまだもうちょっと本当過ごすぎですね。うんえー、松井邦子さん、どうもです。カブさん、こんばんは。さん金 でトロフィーしましたね。よかったです、うん。グランプリファンで行けてよかった。大崩れしなくて演技できてよかった。うん、でも、ステファンコーチに6分間の練習の時ナーバスまたさせて、 優勝のインタビューで、謝って、あ、そうですね、謝ってたんですね。少し崩れたのは山本君でした。でも、2位になってファイナル受けてよかった。うん。翔馬さんも山本君もいるとジジ、えージ、ジュニアシアにジュニ戻ってみたくて、えー、顔がかわいかった。ジュニアの世界大会を思い出します。翔、え、馬、ー、さんも山本君もファイナル表彰台に応援してます。うん。山本君は本当急成長で急、急安定してますね。はい。 えー、マルディンさんどうもです。ショーマー君2回もステファンをナーバースに。 させたんだって。うん。1回目のショートのとにで、ショーマ君、昨シーズンは試合で見つかった課題を練習して、次の試合でまた、ね、課題を見つけて、練習を繰り返し成果を出した。うん。今季初戦のカナダ大会で見せつけたえ、見つけた課題をし練習しても、しても改善が見られず、そんな自分に苛立ちを感じていた、あの4回転フリップですらうまくいかず、えー、ステファンお茶に誘い、言葉をかけ直し、なんとかショートプログラムを切り,返切り抜けた。うん。これがステファン1回目のナーバス。 フリープログラムの前の6分間練習、ショートプログラムを切り抜けたと思ったら、またまた翔馬くんが不調。これはエッジの調整を翔馬くんが滑る前の4人が滑っている間に行われたそうです。すごいですね。4人が滑ってる最中にやったんですね。本当これはおかしいぐらいにすごすぎる。うん。これはエッジの調整を翔馬くんが、えー、あ、そうですね。これでショートプログラム大丈夫と思ったステファンが2回目のナーバスになった。これはね、もっとやばいですよ。本当やばい。うん。いやはや、コーチとは精神面を支え。 原因を見つけ適切なアドバイス指示を出すんだよね。前に町子先生がコーチって試合前に背中ポンポンやティッシュ持ってるだけじゃないよって本当ですよねって。本当ですね。うん。まあでもちょっとこういったあのエピソード聞くと僕だったらもう泣きそうになっちゃいますね。泣きますよこれほんと。エッジ動かしただけで。うん。やばいですよこれ本当に。うん。 えやっちゃんやんちゃんさんどうもありがとうございます。かぶくんこんにちは。もうしょうまくん気が気ではなかったです。うん。明日の公式練習も6連も現地から不調の声しかな聞こえたそうですよね。同じなんですよね。そう。不調だって話はあったんですが、でもしょうまくんならなんとかやってくると祈りながら見てました。えー、この後日本で調整して、時差のこともあるので、早めにスイスに行って調整する予定と。あ スイスに行くらしいですよ。スイスに行って調整する予定とのことをどこのかの記事で見ました。うん、スイス行くらしいですね。そっちの方がイタリアとの、えー、時間的にはいいと思います、えー。順調に調整できますように、ショーマ君マとショ君マ、ソのファイナルも楽しみ。うん、あとは誰が、えー、最後の椅子を手にするか、6戦も楽しみですね。うん。はい。マリニンが来ますかね。うん。 えー、U.S. さんどうもです。エキシビション、NHK のエキシビションは見終わりました。フェスティバル楽しい。前から思ってたんですが、シまくんのパタンパタン、円の軌道が多くないですかという、ああ、はいはい。円の軌道。なるほど。気にしていきたいと思います。ミッキーマウスがたくさん出来上がりそうです。なるほど。今日も素敵だったということですね。なるほど。こうミッキーマウス。ああ、はいはい。なるほど。ちょっと、ここ辺も斬新な感じですね。うん。 はい。アイスパンソンさんどうもです。お疲れ様です。アスリートは起点も大事になってきますね。宇野選手、ジャンプに集中していたのが、表情から見て取れました。うん。あの厳しいスケーカナーよりも PCS が、まずか、か低かったのか。そっかそっか。なるほど。確かに低い感じありましたよね。ジャンプ終わってからの気迫のコレオから、凄まじかった。うん。で、ちょっとあの、プロトコル表に関しては、この後ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、気になりますね。さっきイタリアたちは厳しいって評価もあったんで、そこら辺もちょっと気になるんで見ていきたいと思います。 はい。 えー、斉藤直美さんありがとうございます。株ぶ配信お疲れ様です。先ほどエキシビションも終わりました。えー、関西に住む私は1年ぶりに、えー、最初から最後まで全てエキシビションを見てとても満足しています、えー。競技演技もハラハラドキドキしながら見るのも好きだけど、制約なしの中で選手たちの晴れ晴れとした表情で個性を出せる演技、本当に好きですね、えー。友野くん、友野和樹くんのロックテイストなナンバーで躍動感のある彼の演技は好きですし、名前も忘れましたが、アイスタンさーの雨に歌えば 場で女性があそうこれね重いですよ本当うん。 あのスケア部でもやってた時は、スケア部のうちがですね、マネキン人間に扮して、スローからロックナンバーとダウンを繰り返すユニークなプログラムが楽しく家族で見てました。うん。この組は本当面白いですよ。なんか、あサヨコもね、倒れたりとかして面白いですよね。それと、チャ・チューファン君のスローナンバーで、イナ・パウーやイーグル2種類などを見せてた、えエキシビ、フリーステーシーンのデイビッド・ユーソンしでしょうか。ねえデイビッド・ユーソンの振り付けは、スケーティングスキルの美しさが出るから好きです。うんなるほど。 来週はフィンランド大会でまた関東地区だけの放送で残念です。えりかちゃんやマイちゃんの演技はテレビで見れません。カム君、えー、またお,、ね、お願いしますね。うん。本当ね、これがね、もう残念なんで、ちょっと僕頑張って、えっと放、あの、なんだっけ、配信したいと思います。 えー、北崎24さんどうもです、えー。私も同じく友野くんのアイスダンス、雨に歌えばのカップルに釘付けでした。うん、楽しかった。もちろん、翔馬くんのパダンパダンは素敵でした。えー、翔馬くん、フィナーレの時えー、隣の純番くんと笑顔で楽しそうに何か喋ってましたね。日本語かな英語かなまさかの韓国語ということですね、えー。ところで、斉藤さん、名前を変えましたっけ どこかで見た気がするんですが、私、寝ぼけたのかなということですね。うん。え、斎藤さん、返信ありがとうございます。はい。あ、解明したというコメントをしました。寝ぼ、寝、ねね、寝とぼけていませんから。うん。翔馬くんのパダンパダムは、えー、っと、初めて見ましたが、良かったです。娘はアダムくんのスター・ウォーズにくぎつけでした、えー。家族で見ていると、好みが分かれるところですね。という、あ、なるほど。うん。アダムくん、スター・ウォーズなんですね。うん。なるほどです。はい。 えー、マルディンさんも一頭です。うのばんチャンネルです。あ、うのばんちゃんに来たらしいですよ。パムのホームステイ、インターホンが鳴るたびに、誰かをまずトロの待ち人、えー、いつも特別に抱きかけてくれる。そうだよね、えー。デイミズトレーナーさんなので、ね、まだまこまないだよ。今のお兄さんは明日帰ってくるんだって。パムはテーブルに隠れていないないバーで、うの県でのホームステイもそろそろ終わりらしい。えー、分かっていても寂しい。ああ、なるほど。今、お約束の金メダル。明日お兄さんがかけてくれるから待っててね。ということで。 早速速報入ってきましたね。でもこの後、うのくんは、えー とスイスに行く,の行くみたいだし、行くらしいですね。えー、ショウマー君の NHK 七70%ーセンで金でしたね。ニートのや約20点差なのに、試合前練習うまくいかなくて、自分に苛立ちを覚えたんだろうか。うん。前のインタビューでマリニン選手のことを話してましたね。あと1、2年でマリニンはさらにうまくなるから、えー、その時置いていかれないようにすると、ショウマー君言っていたよね。NHK 杯の金メダルは、ショウマー君の想定内。とすれば G P F では GPF でマリニンと2回目の対決。前回ジャパンオープンは金さ 検査じゃだったけど、昌磨君は現実的に考えると、だから少なくとも NHK 杯まで4種類の5本の4回転は、えー、うん。 そうですね、えー。できるように逆算したんじゃないかと思った。そこであれだけ練習をしすぎないように言われていたのに、練習の虫が頷いてしまったんだろう。そこが自分の思うような課題クリアにならず、苛立ちにつがったんだと思う。うん。マルリンの,あの,あの登場っていうのは、やっぱり、それが宇野くん的には、やっぱり、あの、あると思います。ステファンは一歩ずつでいいと言われていたけど、NHK 杯ステファンと久しぶりに一緒だったから、その辺のところをしっかり話していると思う。えー、シャーマくんステファンとデビーストレーナーについているから、一歩ずつ頑張って、うん。 まあ、マリィンがねやっぱ4回転アクセルとかめっちゃ持ってるんでそこのプレッシャーとかねやっぱ考えちゃったりとかしますからね、うんえー、そこがやっぱファイナルではかなり注目になってきます。うん えー、美輪さんこんばんは今日のエキシビションの最後の集会の時もチャ・ジューファン君はショウマ君の横をちゃんとゲットしていてまた男子シングルで滑るときも声かけしていたり微笑ましい姿がしっかりありましたよ隣はやっぱりと最後に金メダリストだけ表情に残り、えー、皆さんはけていくときもショウマ君を見ていましたよ仲良しョッと上がるかなということですねうんこのチャ・ジューファン君とショウマ君の2人で一緒にいるとなんかドキッとしちゃいますねうん え松井邦子さん、ありがとうございます。カ、え、ブ、ー、さん、こんにちは。カナダ大会の大会、そういう人、テレビ見ていないのかなと、三浦くんが6分間の練習、ジャンプ飛んだときに、切れたみたい、あ、これね、ありましたね。三浦くんの靴紐の結び方が特して、あ、そうなんですね。これは初めてしました。三浦くんの靴紐の結び方が特してあること。なんでし馬さんが三浦くんの靴紐を切らなきゃなんないのあ、えどういうこと ちょっと待って、これは嘘ですよ。嘘だと思いますよ。バカバカしい。日本のメディアは良いことをしたのか取り上げない。うん、えー。他の開国は取り上げていましたよ。シューマーさんのことを、アメリカのメディアは、ミーザ君のことをアクシデントをものともしない演技。二人ともよく頑張りました。アンチャホほっといて二人で叩いましょう。うん。これはでも、絶対ないですそれは。 翔馬くんが宮田くんの靴ひも切る <laughs> ありえないですね。そんなことは笑っちゃいました僕今。うん。それはないですねさすがにね。うん。まあでもこの点はなんか有料のコンテンツだったらしいんで一部ね。だから、まあ、それでなかなか取り上げにくいっていうこともあったらしいですね。はい。まあもうそこはもうどんまい、どんまい、どんまいでかちょっとね、もう話は終わったことなんで、うん。はい。 ではね、ちょっと高速でしたけどもこれで、えー、と全ての、えー、コメント読んだので一旦動画を止めていきたいと思います。ありがとうございました。